んばんは、クシャンとマオです。よろしくお願いします。本日はとうとう経年変化委員会初めて案件をいただきました。案件来たら、はい、もう断ろうみたいな。そうですね。自分たちの好きなものだけを紹介していこうみたいな。はい。感じのスタンスやったんですよね、僕らは。けれど、お声掛けいただいたのが、ジャパンブルージーンズさんということで、はい、嬉しすぎて、二つ返事でやらせてくださいっていう感じでしたね。はい。で、先日ですね、ジャパンブルージーンズのオフィスに、お招きいただいて、ジーンズをいただきました。それぞれ好きなジーンズを一つずつ選ばせていただいたんですよね。はい。それがこちら。こちらですね。はい。ジャパンブルージーンズさんの新シリーズ、サークルですね。サークル。はい。で、サークルの最大の特徴は、まあ、ここのカーブベルト。このベルトの部分が、最大の特徴となっているんですが、ね、はい、通常のジーンズはここがまあ一直線なんですけど、腰回りのフィット感を追求するためにサークルはここ曲線を描いているんですね。こういう感じで、はいはい、なのでもう履き心地が抜群っていうのがこのサークルの特徴になっているそうです。このサークルっていう名前が、はい、世界に日本のジーンズを発信しているジャパンブルージーンズさんらしい名前じゃないですか、はい。どういうことですかね。まあ日本って、はい、古来より和を大事にしてる国じゃないですか、はいはいはい、国旗も丸いですし、うん、聖徳太子の言葉にもね、はい、和を持って尊しとなすっていう言葉がございますし、はい、まあ和の意味がちょっと違いますけど、はい、もうジャパンブルージーンズさんらしい、うん、いい名前だなってちょっと思いました、はい、確かに。ではジャパンブルージーンズの新定番サークルについてご紹介をします、はい。シルエットがまず4種類ありまして、スキニー、テーパード、ストレート、クラシックストレートとなっております。まあ、これはどこのジーンズブランドでも同じぐらい種類っていうのはあると思うんですけど、まあ、ジャパンブルージーンズここからが面白くて、それぞれシルエットごとに4種類の生地から選ぶことができるんですよね。4種類シルエットがあって、はい、で4種類の生地がある。そうです。16パターンですか。そうですね。まあ一部ない生地があるので、まあ全部で14種類になるんですけど、14パターンあるんですね、はい。でね、この14パターンの中から好きなものを選ばせていただけるっていうことだったんで、すっごいもうワクワクしながら選びましたね。はい、ちょっと迷ったんですけど、はい、そんな迷ってないか。結構真央くんは僕は割と即決でした。僕は結構はい、3、4本履かせていただいてもらって悩んだんですけども、はい、生地とシルエットから選べるっていうことで、はい、もう自分の好みにぴったりなもの、うん、これだっていうのを最終的に選んでいただけるんじゃないかなと思います、ね。はい、我々が選んだジーンズは後ほどご紹介させていただきます、はい。その前にこの4つのシルエットと、うん、あと4つの生地をご紹介させていただければと思います。まずシルエットからですね。太い順からですね、クラシックストレート、ストレート、テーパード、スキニーとなっております、うん。でクラシックストレートはまあその名の通り昔ながらのまあ太いストレートのシルエットになるんですが、まあ、やや股髪は浅く少しだけテーパードがかかっております。なのでやぼったさが出ないレベルの太さっていう形になってますね。で次のストレートですが、ももからですね裾にかけてテーパードしていて、履き心地の良さは担保しつつ綺麗に見える細身のシルエットとなっております、うん。このストレートっていう名前ですが、まあ、若干テーパードが効いてるんですね、はい。そうですね。なんだかんだ結構細めかなって印象僕は受けました。確かに、まあ、シルエットも結構綺麗なんで、うん、ジャケパンとかにも使えるかなと思いましたね。で次がテーパードです。これはかなり細かったですね、うん。一応ももの周りにはゆとりはあるんですけど、まあこう膝あたりから一気にこう、うん、テーパードがギュッと絞られてて、かなりタイトに見えるようなシルエットになっていました。で最後がスキニーですね、うん。もうこれはもうその名の通りスキニーでして、非常にタイトな作りになってました。ということでクラシックストレート、ストレート、テーパード、スキニーの4つが定番のシルエットとなっております。でこの4つのシルエットに紐づく生地が、まあ、スキニーだけ2種類になるんですが、他は全部4種類あります。では生地のご紹介にと思います。まず一つ目がですね、アメリカ麺×オーストラリア麺の、ストレッチセルビッチですね。ちょっと名前が言いづらいんですけど、まあこれはまあその名の通りストレッチ入りの生地です。これも生地触らせていただいたんですけども、はい、まあ、ストレッチ性があって、うん、まあ、女性の方とかだったらね、はい、やっぱ履き心地を大事にされると思うんで、うん、女性の方におすすめかもしれないですね、はい、この生地は。まあ、女性がね、はい、このジャパンブルージーンズのこのアメリカ麺オーストラリア麺、はい、ストレッチセルビッチをね履いていたら、ちょっと男性はうなるかと思います。いや僕はストレッチじゃないのを履いてほしいです。ちょっと僕はまだうなれないストレッチじゃ満足できない。ストレッチじゃちょっとうなれないです。で次がですね、アフリカ麺のヴィンテージセルビッチですね、はい。でこちらが茶麺になっているそうで、色落ちしていくと茶麺の色が出てくるそうです。茶色の色が浮き出てる、はい、そうですね。ちょっと裏側を見たら結構普通のジーンズって、うん、グレーっぽいと思うんですけど、うん、あれがもう結構茶色っぽくなってまして、うん、で履いていくうちにだんだんその茶麺の色が出てくる
るそうです、うん、で重さが 12.5 オンスとなっておりまして季節問わず履くことができそうですね、うん、アフリカ綿ってそもそも珍しいですよね、うん、そうですねあんまり聞かないですね、うん、この図を見る限りですね、まあ、色落ちの、うんスピードだったりとか色落ちの仕方っていうのは普通となっているんですが生地の風合いは柔らかめとなっております、うんうん、なのでヒゲとか蜂の巣は、まあ、ついていくことはついていくと思うんですけど、うん、全体的にソフトな色落ちになっていくのではないかなと思います。なるほど。初めてジーンズ育てたい方とか、まあ、それこそ女性とかには、まあ、おすすめできるかつ、うんそうですね、本格的な一品にはなっているかなと思います、うん、確かに。で次がアメリカ綿のヴィンテージセルビッチですね。でこちらがまあ一般的なジーンズで使われるような生地になっておりまして 14.8 オンスですかね。 14.8 オンスになっております。まあもう迷ったらこれっていう感じですかね。そうですね、うん、生地の風合いは固めで色落ちのスピードはまあやや早めとなっております、うんまあ、バキバキのザ・アメカジみたいなジーンズと経年変化をしていくのではないでしょうか、まあ、これは女性履いてたら僕はうなります。あーなるほどねなんでこの女性目線の話になってるんですけどうなるかうならないか、まあまあそれもね、はい、関係なしにね、関係なしに今すごい生地だなと思いますね、うん、まあアメカジ好きで、まあ、バキバキな色落ちとか好きな方とかはね、はいまあ、これがいいかもしれないですね。そうですね、もうザ・アメカジって感じで、はい、最後がコートジボワール綿のヴィンテージセルビッチです。でこれはもうちょっと面白くてですね、面白いですね本当に。 16.5 オンスとなっております、うん、もうちょっとやばいですよね触らせてもらったんですけど、うんザラザラ感みたいなすごくて、うんうんまあ、ただ履いていくうちに馴染んではいくようなんですけど普通のジーンズとは一線を画すような生地感でしたね。コートジボワール綿っていうのを初めて聞きましたね、はい、そういう単語、うん、セルビッチがすごい特徴的なんですよね、はい、そうです。普通セルビッチの部分って赤耳って呼ばれてて、うんうん、赤いじゃないですか両サイドはね、はい、ただこれ片方がコートジボワールの国旗の色になってて、うんうん、でそれに対してもう片方が日本の国旗の色になってる有効の証となっております。これいいですね、ほんと細かいこだわりで、はい、ジャパンブルージンズさんらしいというかね、はい、ラブ&ピースが詰め込まれてますねこれに。はい、これ生地はすごい分厚いんですけど太い糸を目がこう詰まりすぎないように折る、うん、弱テンション折りっていうそうなんですけど、うん、そういう折り方で仕上げているので、まあ、柔らかい風合いで色落ちもソフトにしていくそうです。ということでシルエットが4種類で生地が4種類マイナス2なので合計14種類の定番モデルが存在するということですね。まあ、これすごい結構な数ですよね。昔マー君がジャパンブルージーンズのジーンズを紹介する動画を撮ったんですけど、はい、その時に狙いを定めずに行けるジーンズ屋さんみたいな、あそうです、ね、言ってましたけど、はい、もうちょっと僭越ながらそんな見出しを つけてしまったんですけど、うん、まさにね何買おうって考えてなくても、はい、行けばお気に入りの一本が見つかるっていう感じですね、はい、さあそしてお待ちかね僕とクッシャンが選んだジーンズを紹介していきます。じゃあまず僕から行きましょうか。マオくんが選んだジーンズから紹介しますね。はい、マオくんが選んだジーンズはこちらです。こちらです。はい、クラシックストレートのコートジボワール綿のジーンズですね。一番太いモデルですね。そうですね。もうシルエットはやっぱり僕の服装的に太めのものがいいかなと思って、一番太いクラシックストレートを選びました。珍しいコートジボワール綿を選んだってことですね。はい、でかつ生地もですねコートジボワール綿にした理由が今8本ぐらいジーンズを育ててきたんですけどさすがに 16.5 オンスのジーンズは育てたことがなくて、うんまあ、ちょっとこの機会にぜひ育ててみたいなということでこちらを選びました。一番太いシルエットですけどもそこまで太いっていう印象がないですね。そうですね、はい、まあ、太いのは太いんですけど確かに、うん、のでやっぱりこうオールドスクールなアメカジスタイルに合わせるのであればちょっと物足りないかなと思いつつも、はい、綺麗めなアメカジに合わせたりとか、まあ、今日みたいな格好だったりとかあとアウトドアスタイルとかにはすごい合いそうだなと思います。股上は意外と浅め、はい、そうですね、浅めですね。なるほど、はい、だいぶ太いジーンズって結構上まであるものが多いと思うんですけどそこまで、まあ、股上が深くはないですね。結構綺麗ですね。太いけど綺麗に履けるんじゃないかなと、はい、まあ、横だったりとか後ろとかもこんな感じで、まあ、お尻のあたりがすごい綺麗に見えますよね。うん、そうですね。太いジーンズって本当になんかここがボコとかなっちゃうじゃないですか。あとなんかこの辺がすごいやたら大きく見えるみたいな。なんかシュッとしてますよね。ぴったりですね。はい、でまあ一応30インチですかね、うん、履いてます。身長173センチの体重が65キロです。ちょっと近く寄りますけど、はい、目が確かに
弱テンションって感じがしますね。そうですね、普通のジーンズって本当に全体的にこうインディゴブルーじゃないですか、うん、でもよく見るとあの白い点々みたいな、よく見えますね、はい、やっぱ太い糸を使ってるんで、そうですね、そういうことですね。うん、でこちらがコートジボワールの国旗と、画面向かって右側が日本の国旗ですね、はい、これが友好の証とラブ&ピースですね。クッシャンが選んだジーンズがこちらです。はい、アフリカ面のストレートですね。はい、はい、まあちょっとごめんなさい、まだ裾上げを行ってなくて履いてないんですけども、はい、我々あのサンプルをいただいたんですよね、はい、裾直したのをあの送っていただけるってことだったんですけども、あのサンプルがちょっと欲しいなと思って。そうですね、プレミア感あります。そうなんですよ、あのタグの裏のところにあのサンプルってマジックで書いてありました、ね、ちょっとなんか思い出になるなと思って、はい、ちょっとこれが欲しいなと思って、だなのでまだ裾上げは行っていないんですけども、いやシルエット綺麗だな。綺麗ですよね。最初はちょっとテーパードにしようかなと思ってて、テーパード履いたんですけども、あのテーパードは本当に膝から下がテーパードっていう感じで、うんうんうん、ちょっとパツパツっていうか、そうですね、まあそれはそれで綺麗でかっこよかったんですけど、はい、ちょっと僕そこまで膝下が細くないんで、はい、まあこれもストレートなんですけど、膝下から割と緩やかなテーパードがかかってて、本当にそこまで太くなく、まあ、細すぎず太すぎずって感じで綺麗なシルエットかなと思いますね、こんな感じで、はい、かっこいいですよね。かっこいいですね、本当かっこいい。あと茶面もいいですね。あ、茶面ですね、この、はいはい、まあ、参考までにあのリーバイスとかのジーンズ見てみると、うん、まあ、こういう感じで色が全然違いますね。全然違いますね、本当はこういう風にあの、うん、まあ、なんて言うんですかね、グレーっぽい色だと思うんですけど、このアフリカ面のものは、うん、こういう感じで茶色感がすごい出てきてるんですね。そうですね、それに合わせてベージュの靴下を履いております、はい、あ、合わせてるんですね。で、履き込んで色落ちしていくと、はい、この茶色が表にちょっと出てくる。そうですね、茶色がかった色落ちをしていくっていうことだったんで、はい、ちょっと魅力的だなと思って。あのレッドウィングとかの写真とかあるじゃないですか、 はい、ああいうイメージなんですかね。ああ、確かに、はい、本当楽しみです。いや、かっこいいな。このセルビッチの反対側のこのブルーの糸も、はい、青い糸かっこいいですよね。だからちょっとこの1回折りぐらいして履いていきたいかなと思います。そうですね、せっかくなんで見せた方が、うん、そうですね。洗濯頻度とかどうします？僕はちょっと2週間に1回ぐらい洗おうかなと思っております、はい、ジーンズと一緒にね、はい、実はこの洗剤もいただいたんですよ、はいはい、せっかくなのでちょっとこの洗剤をね、はい、ジャパンブルージーンズさんがあの作った洗剤なんですけども、ね、せっかくなんでこちらの洗剤を使って洗っていきたいと思っております、はい。まあ、僕はちょっとあのジーンズを洗ってはいけない宗教にちょっと入っているんですなのでちょっと極力洗わずにいきたいと思いつつも、うん、あのまあ、今回はクッシャンに合わせて2週間に1回ぐらい洗濯をしていってどんな違いが出るかっていうのを見ていきたいと思います。なるほど、同じペースで洗って比べるってことですね、はい、そうですね。僕もクッシャンもまあシルエットも違いますし、生地もそれからライフスタイルとかも全然違うので、うん、うでね、もう本当に自分だけの、うん、一着になるんじゃないかなと思います。僕あのジーンズをあんまりちゃんと育て切ったことがなくて、はい、途中で終わったりしてるんですけどあの本気で育てていきますんでね、はい、ちょっと今後もね比較動画なんかも出していければと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、このチャンネルでは他にも経年変化を一緒に楽しめるようなものを紹介しております。もし気に入っていただけましたら左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねコメントありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。